ライブ番組と、あとオンライン講座も持ってるんです。今5つ持ってるんだけども、オンライン講座を活用することでね、売り上げが上がってるんですよ。おかげさまで。この動画を正しく活用して売り上げ上げてほしい。そういう人を増やしたいっていう気持ちなんですよ。こういうライブ配信を通して、ファンを増やそうと。で、楽しくやりましょうと。っていうところまでは、皆さんできるんですけども、で、これを、じゃあそのあなたのビジネスね、に結びつけるっていうことが、例えば番組の中で、僕のゲストで、プロフィールライターのね、小川彦さんという方がゲストに出たときに、その方が、プロフィールっていうのはね、自分の強みを見つけることが大事なんですよって言って、強みを見つけるにはこうやるんですよって、マンダラアートをね、ノートを出してこう書いて、いろいろ解説してくれたんです。それは有料セミナーで言ってる話と全く同じだったわけ。で、僕はそのノートもカメラで写しながら、いや、こんなこと言っちゃっていいんですか？無料でって言って、ちょっとビクビクしながらね、カメラを写しながら話を聞いたら、その方がもう有料セミナーと同じ内容をね、どんどん話し始めちゃった。で、そしたらもうコメントが来るわけですよ。いや、今日は聞けてよかった。今日は保存版ですね。もうラッキーです。とか言って、皆さん喜んでコメントしてきた。もうせっかくですから、なんかもう告知でも何でもじゃんじゃんやってくださいよ、お願いしたんですよ。そしたらその方がね、いや、実はセミナーがあるんですけども、明日なんですよねーっていうわけですよ。いや、明日がちょっと今日の明日は厳しいよねーなんて話をしながら、僕はその申し込みフォームのリンクを自分でコメントしてあげたわけですよ。コメントしたってことは、それは見てる人全員が共有してるわけですよ。見るわけですよね。だから一応皆さんその申し込みフォームとか多分見たと思うんですよ。で、またゲストと私はね、話をして、そうなんですか？なんて話をしてて、10分ぐらい話した後でね、じゃあちょっとコメント見てみますって言ったら、なんとコメント欄に、セミナー申し込み完了。明日の楽しみにしてます。申し込みました。申し込みました。バンバンバンとコメントが来たわけですよ。今、有料セミナーと同じ内容をして、みんなラッキー、今日保存版、やったー、よかったって言って、それをまた明日、有料の1万円のお金払ってセミナーを見に行きますかね。行くんですよ。これが申し込んじゃったんですよ。これがライブ配信効果になるわけなんですね。で、そこでですね、もうすっかりその方のファンになっちゃった。まず無料でそれだけのものをそこまで話してくれるね、ホスピタリティにまず感動しちゃうと。それと同時にコミュニケーションを取りながら距離が縮まると。ね、そして見てる方々、もうこの人は、プロフィールのことについては専門家だって完全にもうバチーンと来てるわけですよ。この方から教わりたい。この方に会ったらもっと引き出しがあるんだって思って会いたくなる。そこで行動が始まるということになるわけなんですね。これ今ライブ配信、まさにリアルタイムですよ。リアルタイムね。で、お届けしてるじゃないですか。今が最新なんで一番新しいんですよ。ね。しかもそれをみんなで共有してるじゃないですか。みんなで共有してる。まさにコミュニティですよ。コミュニティ状態になってるわけですよね。だから今日、例えば新しい人がね、見に来たとしても、そこにコメントポンとくれたら、僕はそれをコメント読み上げて、リアルタイムコメント、どうもありがとうって言っただけでもう距離が縮んじゃうわけですよ。ね。それがリアルタイムコミュニケーションの大きな特徴なんですよね。で、ありのままを伝えるね、嘘偽りできません。そうすると信頼性が高くなるわけじゃないですか。で、僕も動画の専門家ということで、今動画のこと語ってますけどもね、こういうふうにして自分の口でしっかり語るね、情報を伝えるということによって、あの方何の専門家なんだ、何の悩みを解決してくれるんだっていうことになるわけですよね。だから、こういうの番組を、一人でも多くの方に僕は活用してもらいたいなと思って、今セミナーをやってきたんですけれども、今はそのセミナーよりもこのライブ配信を活用して、そしてオンライン講座をね、活用することによって、売り上げを上げることができているので、そちらの方に集中していこうというふうに思ってるわけなんですよね。スマホ1台で配信してね、僕の門下生なんかも配信してですよ。ね、何度もこれいろんなところに書いてますけど、テスト配信でね、20万円の売り上げとか、もう1回の番組配信でね、100万売り上げたとかっていう話が実際あるわけですよ。番組中にセミナーに申し込みが来たりとか、経営者の方がゲストに出てくれて自分の生態のことを熱く語るわけですよ。ポリシーとか、こういう施術をしなきゃいけないんだみたいなね。で、そうすると、
見てる方がもうその人にお願いしたくなっちゃって、コメント欄に今週の水曜日の何時からって空いてますかって、初めての方ですよ、初めて番組見た方がそういうコメントしてくるんで、群馬のね、虎屋本店、そこの中山さんがね出てくれて、どら焼きのセット、番組中にね、まあ最初売ろうと思ってなかったんですけども、僕がそれをね食べたの、実際番組中に、あまりにも美味しいどら焼きが、これもったいないよ、みんなに今のうちさ買ってもらおうよ、でもせっかくだったらじゃあ何か特典つけようって言って、もう何にも打ち合わせしてないで、そしたらその彼女はね、分かりました、今日今番組中に買ってくださった方には私が選んだプチセットをセットでつけますって言ったら、今注文しました注文しました注文しました、で番組終わってからもね結局注文があって全部で20セット売れたね。これライブでしょ、ライブじゃなきゃありえないからね、本当にいいんです、本当に自信を持ってっていうふうにただ語ればいいんですよ、だってお仕事してるんでしょ、それ自信あるんですよね、ね、お客さんに買ってほしいんですよね、いいものなんですよね、だったらそれを伝えればいいじゃないのっていうことですよ。でそれがね、今までだったらブログ、これも大事ですよね、大事だけど、まあどちらかというとその文章苦手っていう人もまあ一定数いるわけじゃないですか。でそういう人はね動画ですよ、うん、自分で話すっていう方に力を入れていったらいいと思いますよ。もう1回のライブ配信にはかなわないですよ、この巻き込み感と距離の縮み方とありのままの伝わり方っていうのはね、ライブにはかなわないです。本当に1回のライブ配信でもすっごい力なんですよ。基本は対談番組、ゲストを呼んでトーク番組をしてくださいということなんです。一人で配信しないでいいですよ、一人でね最初からカメラに向かって話すのって本当にね大変ですよ。対談番組だとゲストが出てくださるでしょ、そのゲストのお友達が見に来るわけですよ。それが毎回毎回ゲストが変わるから、毎回毎回新しい人が私のことを知るね。もしあなたが番組を始めたとしたら、あなたのことを知るわけですよ、初めての方が。自分が集客しなくてもいいんですよ、ゲストの方をただお招きするだけで新しい人が集まってくるっていう仕組みになってるわけ。そこであなたの専門性とかね、そういったものをアピールするコーナーを作る、自分の番組の中にね、私もメディカスっていうのは基本は対談番組ですね、トークしますゲストとね、でもその中で自分のコーナーを設けちゃうんですよ、勝手に自分の番組ですからね、じゃあ動画活用のコーナーとか言って始めちゃって、ゲストに振るわけですよ。ところで動画使ってます、いや動画使いたいんですけどよくわかんないんですよ、何がいいんでしょう、ライブですよって言って話がどんどん膨らんでくるじゃないですか。この番組を使って、ファンを増やして売り上げを上げていくかっていうことが、この仕組み作りですよ、この仕組み作りをしっかりやっていかないといけない。まあもちろんね、僕も番組は楽しんでますよ、でも楽しんでるんだけども、その楽しんでいや楽しかったで終わったらもったいないですよってことなんですよね。8月1日からですね、8月1日から FLTVマスタースクールというのをですね始めることになりました。一応募集期間はですね今週の金曜日26日までです。これまでもねたくさん FLTV を始めている方々出てきてますけれども、対談するというだけで関係性を構築することができて、まあ、ファンが増えて、まあ、売り上げが上がっていきますよっていうことを、まあ、そのやり方をですね、まあ、個別コンサルで教えてるんですけれども、一応ですね定員が6人です。6人で、6ヶ月間一緒に学びます、FLTV マスタースクールで、今回が第1期になります。第1期で、8月1日から6ヶ月間の第1期で定員は6名で、講師は一応私が担当しますけども、私以外に認定講師スタッフというのがですね、 FLTV の認定講師スタッフという方々がつきまして、アドバイスをしてくれたりねしますんでね。でオンライン講座 FLTV マスタースクールって、これ新しいオンライン講座です。よりブラッシュアップされて、今までのオンライン講座からさらにブラッシュアップした FLTV マスタースクールというオンライン講座付きです。これを見て予習復習して、これ視聴期限ありません、いつまでも見ることができます。そして Facebook 秘密のグループを6人で作ります、ね、そこで質問ありで私がすぐ答える、まあ、スタッフも答える場合もありますけども、それで進んでいくと、じゃあ今月はここまで見てくださいね、でこれをやってみてくださいねって言って皆さんでやってもらう、まあ、これオンラインですから全部ね、あのどこどこに来てくださいってことはないので、自分のやれる隙間時間でやっていただくと。で、毎月1回グループでズームミーティングします、ね、ズームミーティングでみんなでいろんなことをシェアし合います、ね、悩みとかここまでできました、そして、6ヶ月間で
ただ単に配信できるんじゃなくて、皆さんの持ってるコンテンツをいかに、売り上げるか、その番組を通してね、ファンを作って売り上げるかっていうところまでやっていきたいと思ってます。そして受講費ですけども、お一人32,400円、一月32,400円の6ヶ月ということになります。これペーパル決済のみになりますので、銀行振込は対応しておりませんの で、 で募集期間は7月の26日金曜までということ で、 で私の門下生なんかも結果を出している人たちがもうたくさんいますからね、そういう人たちがとやっぱりつながることができるので、ぜひねそういう仲間に入っていただきたいなと思います。火曜の夜を楽しむにはメディカーツ。